対戦よろしくお願いします。クリリンパーティー強すぎるだろ。バケモンじゃねえか。よろしくお願いします。さーて、近伝一体ルールでかっこいいポケモン揃えましたみたいなパーティーですかね。非常に怖いんですが、誰先発がいいんやろな。サンダーからいきますか。今回はヌメルゴン会でございます。ヌメルゴンはまあ通常のステータスに加えて、まあなんかいい感じに、防御も上がってタイプも強くなった感じなんですけど、まあ水テラスで使おうと思ったらなかったのでね、なんか帳尻合わせで無理やりあーだこうだして今ここにいるんですけど、前回同様クレベース頑張ってもらうか、ちょっと全体の S の遅さがちょっと気になるところですが、よろしくお願いします。まあ記念すべき初戦頑張っていこうぜ。ちなみに攻撃が下がっているのにヘビーボンバーなのかと思ったそこのあなた、あれでも羽ばたく神はね一発で倒せるんですよ。うん、というかフェアリーどもが基本的に特殊方面だからさ、なんかラスカのぶっ放しても倒せないけどみたいなパターンはありそうなので、何よりヌメルゴン君って600族だから攻撃の数値は低下させてもそこそこは維持されてるわけですよね。これすんごいドラン誘ってそうな感じしない？いきなり交代云々はしたくねえんだけどな。でも熱風はかなりリスクあるな。ボルチェン、おお、そのままかよ。マジか。まあいいでしょう。こういう時にヌメルゴンの素のステータスが役に立つ。お前の圧倒的な特防を見せてやれ。オンステージ。で、電磁砲？それはおかしい。それはおかしい。その理屈はおかしい。嘘でしょ。おえ、足りん。さすがに電磁砲効かねえし、ここでまた炎技打つのはまたしてもリスクを伴うんだが、もらい引きちまうてやべえよな。まあ向こうの火力からしてこの程度ならサンダーに戻してもいいかもしれねえ。最悪の状態を、いやでもさっきのタイミングでロックオン電磁砲なんて打ってんだからドランいないと思う。ブラスターキャノン効かないね。あら効くね。腰痛肩こりにお悩みのあなた、アンメルツ横横は大好評発売中。でもこうしてみると本当お前硬えな。自爆弧のダメージを今一つとはいえここまで抑えるとはね。素敵、今のはお前が後続にいてくれたから一応安定卓は取れたんだよな。来るかな、ザシちゃん。一応聖なる剣で取れる場面だよね。いるんかい。いるのか。一応大地の力は打てますよね。でも不一致だからここは気にしなくていいと思うんだけど、つうか相性良くねえな。交代しましょうか。直前まで水テラスにショートしてたって言ってたじゃないですか。波乗り覚えてたんだよ。だから戦おうかと思ったけど、今は寺場飛行になってたね。ヒードラに対しては分が悪いな。ね、プー。まあまあ辛い展開ですな。電磁波。ある程度体力はキープしたいところ。ドランクを倒そうと思ったらクレベースの力が欲しいが、あいつの特殊耐久では交代できないのだ。さあ動けなくなーれ。オッケー、もう一回頼むよ。サービスしてくれ。体力は多めをキープ。羽休めの PP を増やしておけばよかった案件な気がしますね。これそんなことはないのさ。よし、体力最大、麻痺を入れたし、もう一回ヌメルゴンに戻りましょうか。あいつはもう捨て気味でいいでしょ。行くぜ。硬いね。特殊に振ってるか直帰か、可能性はあるね。行きます。ストーンエッジ。
怖い技覚えてるけど物理も通さんぜ。これは旅パなのか役割破壊なのかわからないですが、もらい火なので炎技は打てない。今一つの嵐なんですけどね。まあノーマルテラバーストでも打っておきましょう。第一の力効かないね。おやおやおや、辛いですね。こいつテラスタル飛行とかじゃないことを本当に祈るぜ。ネップ行くぞ、バースト。軽やかにヒット。最後ザシちゃんだと思ってるんですよ僕は。あらあら運が悪い。そいや少しでも削っておくれ。急所でこれ泥試合。ネプーよう耐える。こんだけ削ってくれたら十分っすよ。ありがとう。お前の硬さ存分に伝わった。この試合だけで、あとは任せてくれ。あなたに勝利を、必ずや勝利を。ちっちゃい。改めて地面テラスを切る必要はないね。どっちにしろ致命傷は負う。遅くね。いやこれこれクレベース君の S 上昇に感謝する日が来るとは。これ多分原種だと抜けてねえだろ。マジか。おい来た。これカチカチ山では、これカチカチ山ではいいね。守りのそういなしてクレベースで抑え込む。テラスタル切ります。ここで最大打点取っとく。飛行だったら負けですが、飛行テラスザシアンとか見たことねえし。禁止伝説はそのままで強いんだ。だからこそテラスタルはわざわざ変えないんじゃないか。カジュアルでそんなにムキになってもってやつよ。お相手はテラスタルを切っていない。さあお覚悟。ほう、つまりサンダーに備えてるんだな。これサンダーに対してテラスタルを合わせようとしたか。だがしかし目の前のテーブルを舐めてはいけませんよ。強いわ。いいねクレベース君。そう、主役会が終わってもなおその存在感を話し続ける。強いっていう証明だね。対戦よろしくお願いします。これは地箱初手来るかな。パオジアンだったら怖いから、まあランドヌメルクレベースでいきましょうか。よろしくお願いします。クレベースは結構、クレベースじゃねえわ、ヌメルゴ、お相手も使ってくるパターンは結構あるので、お相手視点で見れるかもな。特殊多いし、その場合はテラスタルなんだろうな。まあこちらの初手ランドロスの圧倒的特殊火力、そう翡翠ヌメルゴンのアシッドボムからいろいろあると思ったんで、今回は特殊ベースでパーティー組んでんですけど、うまく作用すればと思っているが、なかなかその機会は訪れないね。あと神に対してヘビーボンバーを食らわせてやりたい。物理特化でもない限りは各一です。見せてえな、見せてえな。よろしくお願いします。まずは初手だな。さあ何が来るかな。ランドロス、ミラーマッチとなった。足はこちらの方が速いが、陽気だったらその限りではない。サイコキネシス、向こうはそんなに打点ないぞ。行くぞ、勝て。なんか直帰なんかっていうぐらい硬いっすねあれ。押すぜ。ほう、役割を全うすることを選んだか。さい、ほう、ボン。よし、ボンならまあ行きますか。このままさらに岩石封じを当てて退場ですかい。
トンボ。となると出てくるのはあいつか。パオジア。潔く散るが吉かね。ナム？ほう、敵として現れたか。行くぞ。こっちはあんまり交代したくない状況なのでね。鉄壁ボディープレス型だろうか。食べ残しですから。ならば熱さの嵐。何？くるくるしやがって。一体その行為に何の意味があるというのだ。物理じゃねえんだから。交代読みかな。交代読みでランドロス出してるんかな。あんまり深く考えない方が良さそう。素早さはさらに落ちてしまったが、行くぞ。こちらの交代数はもう最低限にしないとね。クレベース君は頑丈が剥がされるだけで結構辛いからさ。お、ターゲット発見。お前の役割がなくなった。戻します。多分だけどヌメルゴンよりは上取ってると思うから役割あると思うんすよ。食い込んで痛い。シャドーボール。オブスいって消し飛びましたね。ヌメルゴン、さあ交代すっかな。これ湧いて交代しなかったらヘビーボンバーで自撃。向こう的にはラスターカノンが嫌に決まってるから交代します。交代読み交代。よし誘い出し。俺はアン君を信じました。アン君さんを信じました。 S は元に戻っている。さあ覚悟の準備はできましたか。やつは耐久型っぽいからね、まともにやり合うとすげえ不利なんだよな。まあ大地の力が安定技ではありますが、ここはもう、いやー、ここは行きます。お前をぶっ潰す一撃で。お相手は交代してない。チャンスです。地面のテラスタル完全一致フルパワー。いざ。今はねリーグポイントがないからヘドロ爆弾を覚えさせられないんですよ。だから命中安定の大地の力とネッサーの嵐の両立をしてるんだけど、ネッサーの嵐くんにはこの後ヘドロ爆弾に変わってもらいましょう。欲に負けたんだ俺は。回復手段ねえし、さすがに負けすかねこれ。でも火傷を引いたらまだわからない。ほえー、硬すぎわろた。うわ、こもってるよこいつボディープレスかやっぱ。あー、つうかさ、お相手の今の火炎放射のダメージからして大地でよかったな。十分いったわ。ヌメル君を過大評価したか。うん、しかしこれはもうさすがに負けです。ありがとうございました。うん、リーグポイントを今すぐ貯めたい。なんならクレセリアにも瞑想を覚えさせたい。対戦よろしくお願いします。何やらそこそこに珍しいやつがいっぱいいるね。元トカゲのそれを止めることができませんね今回のメンバーでは。クマ怖いな。ヌメルゴン界なのでヌメルゴンは入れるけど、比較的火力のあるランドロスでまあ身代わりは破壊しましょう。元トカゲの場合は基本的には尻尾を切るぐらいしかやることないでしょうから、全力パンチでいいと思う。
出てきやがった。そういう色なんだね。さあ、腕組みおじさんだ。こんにちは。ぶっ潰してあげよう。もうネッサの嵐は怖くて撃てない。大地の力。切るだろ、尻尾。腕を組みながら楽しみにしているぜ。ほう、お盆とかは持っていないのか。ガチグマにつなげて、で、火炎玉じゃねえかな。どうする、ランドロスの火力を侮ってはいけない。ウルサルナ、こんにちは。逃げても無駄だよ。踊りゃ。多分火炎玉だと思いますが、やはり。で、ノーマルテラスでボッカンボッカンボッカンなわけでしょ。気合いだーま、いくぜ。誰がワロス玉だって。ネッサの大地君とは違うところをお見せしますよ。そう考えたら俺わざとやってんじゃねえかみたいな技構成になってんだな。でもさ、気合玉ってさ、力づくランド使う上では必須技みたいなところもあるんよ。つうか地面だし。いくぜ、マキシマムターボ。いい火力から元気、まあ死ぬでしょうね当然。にしてもこの状況、まあ元トカゲも見えてるし、ここで捨てるべきはクレベースだな。行きます。まあ空元気は飛んでこないけど、地震もしくはぶちかましが飛んでくる。氷山下ろして外すのが一番まずいかな。地震、おぼっそーやべえ、氷山下ろしとけばよかったぜ。ダメージがエグすぎる。オーボンかゆくないっす。もう一回ドレインパンチが飛んでくる。いくぞ。今は不一致だからこんなもんだよな。テラスタル切らないと一方的にボコられますね。仕方ない。最初から切っときゃよかったな。4倍弱点が多すぎて。そうだよ、格闘もな。僕も地面テラスをいつも切るから、格闘でぶん殴られるという感覚がなかったぜ。さあ、等倍なら耐えられるわ。ドリンパンチ、おっぶ威力すごいね君。さあ、お返しだ。共に大地を感じていこうぜ。ほらね、よし、焼け落ちろ。オッケー、あとはもうヌメルゴンに全てを託すしかありませんね。飛行テラスは結局一度も使ってないから、地震すかしもいけるしと思ったんですけどね。やっぱ水かな。ほう、君か。また尻尾を切る気か。許さない。さすがに落としに来るんじゃない。特殊打ち逃げ型か。なるほど、こっから先どうするかだね。尻尾切りがある以上アシッドボムは打たない方がいい。行きます。後ろ電気も多いからね。火炎放射しかねえのかな。いや、テラバでいいな。テラバノーマル。さすがにここは尻尾切って帰るだろう。最後のポケモン次第ですね。ヌメルゴン一体に全てを託すことになってしまった。すまねえな。切った。バトンタッチではないので能力は引き継がないよな。マグネ、あー、マグネゾーン、まあ、マグネゾーンはきついわ。くそー、炎だったか。
身代わり壊せないじゃんこれ。くぅ、解放者。でも向こうもタイプ的にきつくないか。モトトカゲが物理技もあったら厳しいかもしんねえけど、ヌメルゴン本人の耐久性能でごまかせる可能性はある。よし来いよマンボルー。大丈夫、天下一品の硬さ。勝てるんじゃねえかこれ。受け止めて勝つっていうヌメルゴン的に最大の取れ高チャンス。あれすごい硬い。焼けました。さあお相手の技10万ボルト、もうそれしかない。いいね、こいつ直帰かね。いくらなんでも硬すぎません？回復手段があったらな。でも回復手段があった場合はこの硬さを手にしてないですからね。両方とはいかねえ。向こうはマヒ狙いの10万ボルト効かない。あとは元トカゲちゃんだな。焼き滅ぼす、どれだ。よし、さあ最後のポケモンは元トカゲが残ったが、流星群もあるんじゃねえかな。まあオーバーヒート入れて流星群入れない理由はないよな。問題はそれをいつ撃ってくるか。こいつメガネか何か持ってるかもしれませんね。いや無理だ無理だ、それだったら何持ってんだこいつ。いや打ち逃げ型だったらこだわるのもありかなって思ったけど、さっき2つの技を打ってるからこだわってはいねえ。イヤとか尻尾を切りまくったら到達するラインのような気もするしね。アシッドボム、オーバーヒートしかないのか。大丈夫、さすがヌメルゴンだ、なんともないぜ。ではでは地獄へご案内だ。鋼ドラゴンは強えからな。元トカゲの最大打点って多分ギガインパクトなんですけど、ねえだろ。ノーマルテラバーストでゲームセットだ。急所にも当たらんし効かないね。対戦ありがとうございました。いやよかったよかった。まあ、立てこもるボディプレスとかも主流ではあるんですけど、普通に直帰で殴りかかるのもありですわね。やったぜ。対戦よろしくお願いします。重いな重いな、パーティーが重いな、すごいしんどいわ。どうすればいいんだろうな。悪タイプも多いし、ルナトーンは出しづらいか。3台いくか。でもこれだとな。いやまあとりあえず最近の私のパーティーはチオンジェンじゃない、あいつパオジアンが重い。まあクレベース君がやってくれるとは思うんだけど、それでも聖なる剣で4倍疲れちゃうからテラスタルは前提になってしまうんだよね。あいつほんと強えな。そりゃ羽ばたく神も流行りますわ。手っ取り早いもんね、上取ってムンホでぶっ飛ばすってのは。圧倒的なスピードならそれができる。では最終戦よろしくお願いします。ヌメルゴン君がいるので特殊に関してはお任せあれ。それ以外はまあ現地で。はい来た。なんか前回ロックブラストでひどい目にあったんだよな。リベンジしようぜ。いきます。4倍だからってうかつに殴ったら初手から大怪我するぜ。前回とは違うところをお見せしますよ。こいつを潰せばヌメルゴンはだいぶ動きやすくなるんじゃない。やはり効かないね。いくぞ、いい火力、いくぞ、いい火力、さらにいい火力。前回のパオジアンより防御が低いんですかね。ダメージ増えてる気がするよ。まずは返り討ち。次に出てくるとしたらまあ羽ばたく神かな。シャドボでも倒せますし、いれば出てくる。物理を温存するかどうかで考えればいいですね。リンル、おおお、これはとっとこなめ太郎なのでは。ぶっ潰すぜお前。氷山おろし、
残念、物理じゃクレベースは倒せないぜ。おるー、素晴らしい火力、ボンボンボン。そう、自己再生、等倍なら怖くねえ。ふっふっふ、お盆の名刺交換といこうぜ。さらに自己再生で体力は最大まで復活する。完全回復、氷山おろし。ほう、最後誰だったんだ。ああ、自爆ね。ああ、なるほどね。で、飛行テラスで透かしつつ決定打を与えようという考えでしょう。ですが、安心安全のヌメルゴンがいます。安定行動でバッチリ受け止めます。ういっす、やはり誘ってんねー。もう僕もいろいろな最近の対戦で学んだから、地面に対して出てくるやつとかもう真っ当なタイプじゃねえんだよな。水だったけど飛行じゃないんだな。まあ、水の地箱も珍しくはない。テラバー、大丈夫です、全然効かない。19ダメージか、いや18か、抑えたね。そしてお前は鋼が消えた。オンステージ、ここからはヌメルゴンのフィールドと化した。逃がさんぞ。リンル、君は回復手段ないのがとにもかくにも弱点だからね。うれ、さあ、器の効果でも補いきれない特防低下地獄、そして絶望の3匹目。これはもう完全にサイクル回し放題ですよ。お相手は磁場コイルに逃げたとしても、その時にはボルチェンすればいいんですから。パオジアンが欠けてしまった現状、お相手はサイクル戦でもう絶対的に勝てませんね。熱風降参でしょう。きついなんてもんじゃないと思う。おっと、やるね、カタストロフィー。キュー、熱風。それでも羽休めありますし、大丈夫です。こう引っ込めた。ジース。そうだ、ちょろっとでも削っておくれ。ボルトチェンジ、絶望をあなたに。殴りつつ帰りますよ。そうだ、いい火力、安心と信頼のヌメルガン。スイヤ、テラバーストが飛んできますが18ダメージを。フッフッフ、さっきと全く同じですね。え、あ、違うわ、急所に当たってるから、あの2桁目が大きくずれた。アシッドボーム、やってる側は超楽しい。これでも湧いても諦めねえな。そら、では交代します。クレベース君でいいんじゃねえかなって思ったけど、まあサンダーでいこうか。しっかり回しますよ。変なことしたら負ける可能性はあるからな。自信、まあ今ので急所に突っ張って急所に当たった上に磁場コイルに逃げられる云々が繰り返されたら負けはあるからな。ねっぷー、カタストロフィー、ねっぷー。もういいです、もう攻め切ります。悠長にターン重ねるのも負け筋の一つ。おいえい、ではゲームセットだな。今度こそ
恐ろしい技を使う。だけど私のパーティーにはそこまでステロは今は刺さってないからね。おそらくこのディンルはサンダーに対しての打点がカタストロフィーしかない。では羽休めをします。ふう、カタストロフィー。よし、安定コードを選び尽くしての勝利ですね。ボルトチェンジでゲームセットです。対戦ありがとうございました。ヌメちゃんはハマった時ほんとやばいな。まあドラゴンって耐性結構多いし弱点少ないしね。でなんならドラゴンの弱点はしっかり全部補って鋼ですからね。改めて耐性多いなって。対戦ありがとうございました。スリア OK。 お相手最後まで戦い抜いたな。変なことしてたらほんと途中から流れ変わってたかもしれない。ありがとうございました。